しもず。逃げ場はない。まだ私を追ってくるのか。それよりあの女を捕まえろ。あの女？裏切り者のエイダ・ウォンだ。あの女何かを企んでるぞ。そっちは仲間が追ってる。諦めろ。もう逃げられない。お前は大統領の敵討ちに来たつもりでいるのか。バカめ。あいつがラクーンの真実を公表していたら、アメリカの権威は地に落ち、世界の政治秩序は崩れ去っていた。災いを防ぐために別の災いを生み出したの。大勢を犠牲にして。まだ分からんのか。あいつこそは私の作り上げた世界滅ぼす元凶だ。あの女、よくもやってくれたな。マシになる。なぜうまくいかんのだ。サナギの生態構造に遺伝子データを組み込むんだ。実験台を見つけろ。次の実験にはカーナを使え。条件が近い。だがくれぐれも気づかれるなよ。そうだ。おお、いいぞ。完成だ。唯一私に従わなかった女をこれで葬りされる。誕生おめでとう。エイダ。そういうことね。
シモンズを憎むあまり彼の作った世界を破滅させようとしたのね。でもカーラとしての心がそれを邪魔した。私を引き込んだのも止めてほしかったから。バカね。シモンズに復讐したいだけだったら助けてあげたのに。誰の助けもいらないわ。私の計画は完璧よ。失敗するわけない。もうすぐこの脆い世界崩れ去る。その後には何が残ると思う？何もない。地獄の口が開き、カオスが訪れる。そしてこの映画の音がその新世界の邪魔になるのよ。盛り上がってるとこ悪いけど、あなたはただの偽物よ。所詮ね。さよなら。カーラ・ラダメス。なぜあの二人が？情報よ。シェリーから預かった。どういうこと？Cウイルスの止め方が入ってるはずじゃん。ジェイク、ハニガン、油田付近に展開している BSAA はいないか？ちょっと待って。あれは何？クリス・レッドフィールド。レオン、今どこにいる？クリス、ターチーの外れだが、なぜ？今すぐ逃げろ！Thank you.
か。だが状況は良くない。最悪だ。